モンレツ母ちゃん。はい、こんにちは。おはようございます。2021年12月18日10時50分ぐらいです。これから出かけます。あ、開かない。お、雪で、雪で、おおおおおお、眩しい。あ、雪で開かなかった。よいしょ。晴天なり。朝ですね、ゴミを出す日なので8時に起きたんですけども、めちゃくちゃ吹雪いてゴミは出すのやめました。ゴミを出さなくても死にはしません。で、今日は1日予定が無理かなと思ったら晴れましたので、当初の予定通り11時1分のバスに乗って買い物に出かけます。ほら、こんな感じ、すごい。18日になった夜中、どれぐらいかな、これ20センチぐらいかな。あ、18日になった夜中に感謝つけました。横の旗もやってたんだけど、ちょっとだけ隙間から吹雪でいっぱい雪が入ってきてたんで、先ほど撮りました。はい、こんな感じですね。うわー、感謝祭。なんかお店かと思われるよね。まあお店っていうかあれですけど、あれじゃないよね。バスに乗ってね、買い物。おはようございます、お弁当様。はい、いや、もう靴もすでにこんな。何を買いに行くかというと、いろいろ考えまして、まあ、考えるイコール対策、これから今後ね、なるべくまあお金のない世界に向けて、いらないゼロ円生活とかさ、それに向けて、冬はさ、今年の冬は今年しかないじゃない、実験すると。で、3年ぐらい結局この紋別で雪を、まあ、3回目ぐらいでしょ。そうするとどんどん知恵を使って寒さ対策にもそうだけどやっていくわけですよ。こうやってほら、トラックがさ、夜中中、これは多分ここのお店のだからさっとやったと思うけど、昨日も夜中中ザーッと走って雪かきをね、している車、トラックみたいなのがありました。眩しい、白って眩しい。なのでね、2階の部屋、感謝部屋、感謝の部屋のところに昨日中にこう棚みたいなのを移して、そこで植物を育てるか育てる準備をしておこうというのと、あと、そうそう、穴を掘った時に上にかけるやつ、のしろっていうのかな、あれ、こっちか、歩く道もわからない。おお、雪だ雪だ。はい、よかった、晴れて。今日一日中曇ってないかと思ってた。すごい吹雪だったもん。朝8時の段階は外に出れないぐらいで、粉雪だからパラ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 って感じよ。あ、冷た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 いです。あ、バケツに氷をしとけば氷の塊ができるのか。で、さらに真ん中をくくり抜いて、くくり抜けるようにしてバケツを置いとけばキャンドルできるかもね。なるほど、やってみましょう。みんな雪かきに追われてます。トラクターみたいなのも落ち着いていかないんでしょう。あ、また曇ってきたって言ったらあれかな。あ、でもこの厚手のダウンに変えてきたので、これは帽子があるから大丈夫ね。昨日夜中にさ、12時過ぎてからあの感謝やってる時にもう必死でやってたからさ、びしょびしょ、あの雪がね、粉雪がバーッと降ってきてて、終わってからほっと気づいたら、すごい、こんなに頑張ったんだって思いました。はい、もうなんせ感謝って書いてあるぐらいだから、何があってもあの場所は
さらなる大丈夫でしょう。はい、というところで、おーバス電源がだから15分は取れないよな多分。雪景色、昨日だってさ、あの編集ソフトでやったやつまだ上がんないからね。なんか変なことをすると上がんないっていうことでしょうね。あー見て見て、これこの木の木っていうか草のところにアートでしょう、写真家の人めっちゃ写真撮りたいと思う。気持ちいい。雪が降ると反対にあったかいんですよ。降る前の方が寒いからさ。500円バスってあれかな、後でお金払ったかな。はい、こんな感じです。短い動画をいくつか上げれば早いかな。よかった外に出れて。なるべくね予定は押さないでやった方がいいですからね。買うものはだから、棚を作ったからそこになんかあるかわかんないけど大きいパーティー用のお皿、アルミので土を持ってきて水やっても漏れないように、あとは多分ビニールクロスでかけないと寒いと思うからビニールと、あ蛍光灯持ってくの忘れちゃった。あんまり電気好きじゃないからあんまりあれなんで、ね、じゃいらないっていうことで、あとはなんだっけ、まあそんな感じかな。お曇ってきたね、吹雪いてくんのかなあっち。最近はあれですよ、農家さんでも、あ来た来た来た、よし、スマホ使う時代ですからね、あれに乗っていきます。ということでごきげんよう。